ポートランド伯爵は、イギリスの伯爵、貴族。これまでに、イングランド貴族として2度創設されており、第二期のベンティンク家に対する助爵が現存する。9代にわたって、ポートランド公爵位を保持したため、本記事においては、公爵位に関しても小説する。大倉教を務めた、政治家、リチャード・ウェストンに、イングランド貴族として授けられた例が書質である。 彼は1628年4月13日にサフォーク州ネイランドのウェストン男爵に除された後、さらに裁判年にあたる1633年2月17日にはポートランド白爵に昇る爵した。この両爵位には特別継承権が付与されており、彼と除爵時の5歳フランシスとの男子と限定されていた。彼の後は、 5歳フランシストの息子ジェロームが爵位を相続した。二大伯ジェロームは外交官で中仏英国大使や中フィレンツェ公使を歴任した。その子である三大伯チャールズはローストフトの海戦にて死死なく戦死したため、爵位は老いのトマスに相続されたが、彼もまた継承すべき男子を書いたことで、すべての爵位は廃絶した。初代ポートランド伯 ウィリアム・ベンティンクの肖像、イア・サントリ号がかつての公爵家の邸宅である、ウェルビック、アビー・ウィリアム三世の長身ウィリアム・ベンティンクは1689年に、ポートランド伯爵に除されたが、この爵位が第2期の創設であり、現在まで存続している。彼は、 白爵位除爵時に合わせて、サイレンセスター男尺及び、ウッドストック子爵を授けられており、いずれの爵位もイングランド貴族爵位である。初代白が1709年に死去すると、次男ヘンリーが爵位を相続したほか、三男ウィリアムは、自身の功績によって神聖ローマ帝国貴族たる、ベンティンク白爵に除されている。 二大白ヘンリーは1716年7月6日に、グレートブリテン貴族として、ポートランド公爵及びティッチフィールド公爵に少女して、以降9代にわたって、公爵家として存続することになる。初代皇の後は、その息子ウィリアムが爵位を継承した。公爵家としてのベンティンクやポートランド公爵としての、紋章。デボンシャー公爵キャベンディッシュ家の紋章が半分を占めている。 ボサル上皇尺下の旧邸宅の一つで、第一級国定建造物に指定されている。初代皇の孫である三代皇ウィリアムは首相を二度、務めた、政治家で、アメリカ独立戦争期及びナポレオン戦争期の、英国を指導した。彼は1801年に直居を得て、加盟に、キャベンディッシュ戦を加えて、キャベンディッシュベンティングを名乗った。その息子の四代皇ウィリアムは、 王子少将も務めた政治家で夫人ヘンリエッタの旧姓を加盟に加えることを認められている。彼の後はその次男ウィリアム・ジョンが爵位を襲った。しかし五代以降、ウィリアム・ジョンは独身のまま死去したため重廷にあたるウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクが公爵会を継承した。また五代以降は古いイングランド貴族爵位である。 オーグル男爵の共同相続人であったため、その死に伴って継承権の持ち分は彼の姉妹に細分化された。六代公ウィリアムは、数ツコ門館や、シュメアタマを歴任したほか、1893年に母からボル、ゾーバー男爵を継承したため、男爵位は、ポートランド公爵の従属爵位となった。彼が1943年に没すると、爵位は、 息子のウィリアムが継承した。しかしながら七代皇はウィリアムには、娘しかいなかったため、その死去に伴ってボル、ゾーバーダン社位は廃絶した一方、ポートランド公爵位は三代皇の四男、フレデリックの彦にあたるファーディナンドに継承された。ただし、八代皇ファーディナンドにも子供がなかったため、爵位はわずか三年で、実定ビクターに相続されている。 旧大公ビクターは中ポーランド大使を務めた外交官であったが、彼の一人息子ウィリアムは、父の就職時にはすでに奇跡に入っていたため、1990年にビクターが93歳で亡くなると、ポートランド公爵位とティッチフィールド公爵位は断絶した。ポートランド公下からは多くの著名人物が排出されている。インド総督を務めたウィリアム・ベンティンク教。 国物法成立の際の政治家、ジョージ・キャベンディッシュ・スコット・ベンティンク卿などが知られる。ポートランド公爵家の本宅は、ノッティンガムシャーのウェルベック・アビーだった。ウェルベック・アビーとそれに付属する所領は、七代以降の子孫を通じて、キャベンディッシュ・ベンティンク家の所有となっている。広大な邸宅は近年、修繕がなされて、私的な住居となっている。また、ノーサンバーランドに位置する。 ペグズウッド村も、ベンティンク家の所有であった。さらに、オーストラリアの町、ポートランド、ロンドンのポートランドハウスを保持していた。イギリス軍の教育機関であるウェルベックカレッジは、ポートランド公爵家にちなんでいる。現在のポートランド伯爵家ポートランド公爵位は、前期の通り廃絶したが、ポートランド伯爵位は極めて登園にあたる、ヘンリーのエルベンティンクに相続された。 彼は、ベンティンク伯爵家出身で、初代伯の産卵にあたるウィレム・ベンティンクにまで、遡った子孫である。そのためこれ以降、ポートランド伯爵とベンティンク伯爵は、その継承者を一にする。その息子である十二代伯ティモシーは、俳優として活動しており、彼が2020年現在のポートランド伯爵家元、当主である。なお、 オランダ貴族たるベンティンク伯爵家の邸宅は、スホーンヘーテンハウス。また、かつての邸宅、アメロン現状には亡命した、ビルヘルム2世が短期間ながら、今日構えていた、神聖ローマ帝国貴族ベンティンク伯爵家としての、紋章。英国貴族としての紋章との際に注意。現当主である、第十二代ポートランド伯爵ティモシー、ベンティンクは、 以下の爵位を有する。リチャード・ウェストン爵位の法定推定相続人は、現当主の長男である、ウッドストック子爵ウィリアム・ベンティンクである。以降の歴代伯爵は、ポートランド伯爵を参照。爵位の法定推定相続人に関しても同じ。三代皇の戦災ドロシーは、第四代デボンシャー公爵ウィリアム・キャベン・ディッシュの娘で、あると同時に、彼の母方の祖父は、 第2代入荷するイコールアポンイコールタイン公爵、ヘンリー・キャベンディッシュであった。6代公は3代公の三男の家系にあたっており、彼は4代公爵夫人、ヘンリー・エッタの血を引いていないため、この時から、スコット星が外れている。ありがとうございます。